エミリーチャンネル始まるよ。イエイ。こんにちは、エミリーこと松エミです。さあ今日なんですけれども、この髪の毛の濡れ具合、そしてこのだるっとした T シャツの感じ、これらから今私が何上がりかはもう分かると思います。皆さん一緒に行きますよ。せーの、お風呂上がり正解です。今からメイクをして街へ出かけます。イエーイ。今ドスッピンです。本当に何もせず、なんかのうのうと生きてる感じの顔してるんですけれども、今からテラス席の素敵なカフェでランチしたいっていう欲があって、その欲を満たしに行きます。なので可愛くメイクします。だから今日のエミリンチャンネルは一人ぼっちのニコニコお出かけデートタイムメイクです。まあでも今日は結構緩めの動画になると思う。なんかエミリンチャンネルの中に一定数、まあ、緩めチャンネルが好きですって方がいらっしゃるんですけど、今日はその緩めの日が大好きな方からしたら、うわこれこれこの緩い感じが好きってなるぐらいの緩めの感じになるとは思うので、そこのところよろしくお願いいたします。コンタクトは私がプロデュースしてるエドナの、今日はきらめきコンクリートです。はい、ナチュラルグレーカラコンでございます。あ、で今日なんですけれども、デジャブさんからの今日はタイアップ動画になるんですけれども、私多分今まで動画で散々デジャブさん好きですってことはめっちゃ言ってると思うんですけれども、やっとお仕事いただけました。ありがとうございます。デジャブさんもなんか私の片思い状態だったのが今両思いになれた感じがしてすごく嬉しいです。今日は私とデジャブさんの初めて記念日だね。いこ、今回はデジャブさんの、私の最近マジで推しなんですけれども、極細クリームペンシルってやつをメインに使って喋ろうと思ってます。の事前報告って感じだけど、とりあえずありがとうって気持ちだけ伝えとく。はい、メイクします。とりあえずクッションファンデしながら最近のことについて話すか。最近どうですか皆さん、恋してますか？毎回さ、なんか私動画撮るってなったら恋のことばっか聞いて申し訳ないんですけれども、恋の方は順調ですか？私は非順調です。不順調です。私の最近のネックポイントだなって思うこと、その1が、まあ、東京が楽しすぎるっていうのがまず一つあるんですけれども、東京に限らずやっぱ今の生活がそれなりに楽しいっていうのが結構問題かもって思ってきた。別に恋愛をしなくても正直毎日楽しいの。私楽しそうじゃん、なんか一人でどっか旅行行ったりとか YouTube 撮ったりとか。都内ってさ、なんだかんだでまあ少ないとはいえ友達もいたりとか、なんか別に恋人がいなくてもまあ別に楽しく生きていけるかマインドにも入っちゃったんですよね。ただでもそれってその時だけのあれで、絶対私これこの生活を続けてたらふと30歳を超えた時とかに、もっとちゃんと恋愛とか結婚と向き合えばよかったってなる日が来るのはなんか目に見えてるのよ。だからなんかこのなんか目の前の娯楽に逃げちゃってるみたいな感じに今なっちゃってるなっていうのがリアルな問題の一つと、でその2が、前までは8年間彼氏っていう存在がいなかったから、良くも悪くも比べる対象がなかったんですよ。なんか前の人はこうだったのにとか、これまでのなんか傾向的に男の人ってこうだよねみたいな、そういう比べるものがなかったから、アイシャドウ塗るね、うまくいってたというか、うまくはいってないんだけど、なんかそんな気にすることがなかったんだけど、私去年ぐらいに1回さ、彼氏がさできたじゃないですか。できたことによりやっぱちょっとだけ無意識のうちに人間って比べちゃうんですよね。比べちゃうと思い出しちゃうがあって、決してなんか嫌いで別れたわけじゃないし、本当なんかね、生き方とか価値観の問題で別れたから、いやもう本当に 100% 1ミリも未練はないのかって言われたら多分ちょっとだけ嘘になっちゃうんだよね。だから初めて自分の中で思い出しちゃったりとか、でも今日なんかさ、朝にしてはなんか顔の調子マシな気がする。なんかいつももっと朝終わってるからさ、やっぱテラス席が私をそうさせてるのかもしれない。テラス席が私を光らせて、こうなんかテラスタル状態にしてるのかもしれないしね。それはそうだよね、わかるわかる。そうだからなんかさ、大人になってちゃんと前を向いて恋愛するって難しいんだなと思った。なのでなんか過去と娯楽に逃げがち、過去と娯楽にまだちょっとなんか翻弄されがちっていうのがエミリンチャンネルの最近のリアルですね。まあ毎日楽しいってことなんですけどね、それだけ。いやなんか私マジで本当に YouTube 楽しいモードに突入してて、なんか正直 YouTuber さんとかの話聞いてると、私世代の YouTuber って、まあ、私ももともと芸人だからさ、 YouTuber になりたくて YouTuber になった人じゃなくて、何かを諦めて YouTube やってる人とか、 YouTube がすごい好きっていうわけではないけど時代の流れに乗って YouTube を始めてる人とかが多くて、多分今の若い世代は YouTuber になりたくて YouTuber になってる世代だと思うんだけど、やっぱそういう方からすると YouTube を続けることが時に苦痛になったりとかするんだって。私マジでそれ全くならなくて、 YouTube って最高と思いながら日々やってるから、スリップ塗るね。結局それって強いんだなと思った。好きこそものの上手
ですみたいなことはあるじゃん。違うか、なんか上手なれっていう方技が、それが最近なんか自分を通してめっちゃ確かになと思った。なんか私は今、もともと友達があまりいなかったということもあり、本当に分かりやすく言うと友達にテレビ電話してる感覚なのね。今この YouTube 撮影してるのって基本的に旅行行ってる時にさ、こうやってさ、なんか今どこどこにいますって言ってみたりとか、なんかこういう感じとかも友達の中電話してて、なんかね、聞いてみたいな、こういうことがあってさ、最近こう思ったんだみたいなことを言ってる感覚が近いから、友達に長電話するのって何も苦痛じゃないし、むしろ楽しいみたいな、聞いてもらえて嬉しい、でそれでコメントでちゃんと反応とかアドバイスもらえて、すごい自分も楽しくて嬉しいみたいな感覚だから、一生楽しいのよ。なんか苦に感じることがないのよ。まあもちろんそのね、心ないアンチコメントさんのコメントに時に心を痛めたりとかすることはもう正直人間だからあるけど、基本的にそれがなくて、なんかそれが強いなと思った。だからそんな、なんか今だから YouTube も楽しくて、でなんかこの東京という街も、何してるん、トロちゃん、ずっとそれ、トロちゃん、トロちゃん、それ食べ物ちゃうよそれ、トロちゃん何の話してたっけ、やばい、今日全然なんか記憶力がない。朝はダメなのよ。最近すごい難しいなと思うことなんだけどさ、 YouTube をやってるから、年下のまあ後輩だったりとか業界の方とかに、自分も YouTube やりたいんですけどどうやったら伸びますかねとか、今からどうやったら成功しますかねって、これめっちゃ聞かれるあるあるなのね。だけどもう YouTube に限らずなんだけど、みんなこれ聞きたい、それは多分だけど無理じゃないかなって思う時どうやって言うっていう話。この人絶対 YouTuber 向いてないし、 YouTuber でやっていくってだけのなんかガッツもなければおしゃべりがすごい上手とかでもなく、でも編集もなんか何もできなくてみたいな、これから自分でやってるぞみたいな、努力の影も見られないみたいな人に、 YouTube で成功したんですからどうしたらいいですかって聞かれることが多いのよ。なんかまあ本心はいや無理でしょなんですよ、もう普通にその感じで、そのテイストで、何も野望も具体的な内容も持たずに、 YouTube で成功したんですからどうしたらいいですかって言われても、いや無理でしょとはなるんですけれども、最近ごめんね、猫たち無駄泣きを覚えちゃって、ちょっと前までは要求泣きになったんですよ。最近なんか要求すらしてこなくなって、ただ泣くっていうことを覚えちゃって、めちゃくちゃ迷惑だから、あのね、なんか猫ちゃん呼んでるよとか思うかもしれないけど、呼んでないんですよ。暇で多分声出してなーなーとかなんか歩いてるから。何の話してたっけ、今日やばいな。そうだからさ、そのさ、いい言葉が見つからなくて角を立ってて、いやもう無理でしょうとは言いたくないけど、でも嘘ついて、いやこうやってこうやってやったら絶対伸びますよとも言いたくなくて、最近いい返しが見つからないんだよね。だから結局なんかもう私もわかんないですよっていう、最近ね、最近ちょっと流れが早くて、もう YouTubeの流行りとかもすぐ変わるから、私も全然追いつけてなくてって最近言ってるんですけどねって、ここからアイメイクします。いやもうアイシャドウ塗ってるからアイメイクは入っているんだけれども、いい感じだね、今日も漏れてますよ。ここから私の大好きなデジャビさん使います。あとさ、最近さ、エミリンは自由でいいよねとか、エミリンは YouTuber だからさ、メイクして喋ってるだけでさお金になるんだからいいよねみたいな、なんかちょっと嫌味じゃないけどさ、なんか本当に羨ましいと思ってくれてるのか嫌味なのか分かんないけどみたいな感じで言われることがあると思うんですけれども、それに関して私本当に物申したくて、私20歳から28歳まで恋愛してないんですよ、実質ほとんど。その8年間は完全に仕事に全ベッドしたからなんですね、売れない芸人時代も含めて。8年よ、でも20歳から28の若々しくいられる綺麗な期間を8年全ベッドして、やっと今のこの生活をここ数年手に入れたのよ。なんかそれでさ、なんかエミリンはいいよねみたいな、自由だもんねみたいな、なんかそういう感じで言われるのなんかすごい悔しくて、だって私芸人時代とか知らないじゃん、みんな私のどんだけなんか惨めな思いしてたかとかあるんだよ。もちろん売れない芸人さんでさ、しかも女芸人の一人のピン芸人でキャラ芸人なんてもう本当友達できないしさ、芸人さんからも嫌がられるんだから、そうセンスある系の芸人さんからうわみたいな、きついわみたいな顔されてさ、そうそういう過去があって、それが8年あるということを皆さん心のどこかの念頭に入れておいていただきたい。でしかもなんか私が芸人になったのって20歳の時なので、まだなんか女芸人は女を捨てないといけないみたいな時代だったんですね。スカート履いていっただけで女性の芸人の先輩から怒られたことあるし、女出すなみたいな、本当にネイルしたりとかカラコン入れたりとか、なんかそのレベルで、え何みたいな、なんか舐めてんのみたいな感じで言われたこととかもあるから、あーこれです、これ無駄泣き、これ何も考えてないけど泣いてるっていうやつです。メンマそれ最近何なの本当に。あ返事した、かわいい。だから今こうやって YouTuber でなんか自分らしく発信することが認めてもらえて、こうやってお目かししてお出かけするとか、そういうのがすっごい楽しいの私最近。そうだから彼氏いらないのかもしれないって思う。デジャブさんからこうお化粧をさするさ、喜びをさ伝える側に回ってくださいって言っていただけるのなんて本当ありえないことだったから、人って本当に変わるんだなって思う。ごめんね、そろそろ始めるね。だからそれを念頭に置いて、あこの人今本当になんかメイクするのとかおしゃれするの楽しんでるんだなと思って見てほしい。キラーン。
アイラインなんですけれども、今回、極細クリームペンシルを使って、やらせていただきます。で、今回はね、こちらの、ダークブラウンを使ってやっていこうと思います。そう、これね、また新しいのくださって、実はもうこちらにね、あるんですけれども、普段使ってるのはこっちなんですけど、今日はせっかくなので新品を買ってあります。で、これすごくて、ちょっと後でね、全種類ちゃんとスウォッチして見せようと思うんだけど、とりあえずすごいのが、こんな感じで、まずめっちゃ滑らかな書き心地。そして、なんか本当にこういう極細の線がすっごい自然に綺麗に書けるの。なんか結構本当ね、調節したらいくらでもこの細くなって、もうほんとこんな細いのとかも書ける。で、書き心地ももう見てもらったら分かる通りすごい滑らかで、スッてやったらもうスッてそのまま発色するみたいな。私は普段正直アイラインが引くのそんなに上手じゃなくて、これは本当にすごく綺麗に引けるので、メイク苦手ですよって方とか、あとメイクの初心者ですって方にもすごいおすすめです。引きやすい。なんかやっぱさ、ペンシルだからさ、濃く出すぎないので、個人的にはすごい自然でありがたい。こんな感じで、今、この目尻だけ引かせてもらいました。よくない？綺麗じゃない？めっちゃ。で、自然じゃない？で、これにじまなくて、結構この書き立てのこのラインが一日中ちゃんと続きます。デジャビさんはね、なんか私本当に、この後紹介するマスカラとかもそうなんだけど、なんか初心者とかメイクがすごい得意じゃないですよって方もすごい使いやすいのに、私の周りのおしゃれ上級者みたいな人もデジャビさん使ってるのがめっちゃ多くて、どっちの心も掴んでんのよ。こんな感じで。まあ左右どっちも引きました。めっちゃ綺麗！めっちゃ綺麗！めっちゃ綺麗！私本当にアイライン自分で描くのマジで下手だから、こんなシュッてしただけでこんな綺麗に描けてめっちゃ嬉しい。このさ、こことかのさ、キュンピンみたいなピンみたいなとこまでこんな視点に描けるのすごいね。で、せっかくだからスウォッチさせてもらおうかしら。なんかどこにスウォッチするのがいいのかなと思って、皆さんなんかこの辺とかにされたりとかいろいろしてるんですけども、私はここが一番綺麗に見えるかなと思ってここにやったらタトゥーみたいになりましたでもこれはスウォッチなのです。で、これがね、楕円形のやつなんですけれども、すごいのがこのこういう感じで太めのやつもしっかり描けるし、角度と力の入れ方を変えたらこんな感じで細くも描けますっていうのが結構ポイント。これ同じ色なんですけど、ここ太くも描けるし細くも描ける。色の違い見せるね。上からね、上からいきますね。リアルブラック、ダークブラウン、ピュアブラウン、モーブブラウン、カシスブラウンとなっております。可愛いですね、お色。ほんと微妙な色の違いなんで、全然なんかどれ使っても可愛いと思うんですけれども、あとはお好みでって感じです。で、さっき私がさ、ここに使わせてもらったのが、それのさらに細く描ける極細のラインのやつで、これだとより細くなるかな。こんな感じで、こんな感じで、めっちゃ細い、もっと細いって感じです。わかりやすかったですね、皆さん。で、このアイライナーがやっぱすごいのは、まあこの後さ、汗とかかいても落ちないっていうのは見せたいんですけれども、こすったりとかしても落ちなくて、こんな感じで、こすっても全然落ちない。です。で、なんか秋限定色が出たみたいで、こちら限定色。色がバーガンディーブラウンです。おしゃれ。せっかくなんで書いとこう。限定色に弱いからさ。あ、かわいい色。これがバーガンディーブラウン。かわいい色です、めっちゃ。秋って感じだね、ほんとになんか。はい、というわけで。恋愛トークと言いながら、なんかあんまり恋愛トークしてないな、今日。あとなんかとりあえず夜めっちゃ寂しい。セルフ抱き枕って、なんか前も多分動画で言ったことあると思うんだけど、こうやって自分でこうやって自分をこうやってギュッてしてあげて、なんかよし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 みたいな感じで、こうやって自分でしてあげて寝てる。やばすぎる。っていう感じの毎日を過ごしてますっていうことだけお届けしておきます。皆さんはどうですか、最近の恋愛。コメント欄で教えてください。あ、ちょっとよかったら DM とかもください。メイクもいい感じにできたね。ちょっと最後チークだけ塗ろうか。待って、私マスカラとかしてなくない？なんかアイライン塗って満足しちゃった。全然終わってないじゃん、メイク。これデジャベさんからこれ訴求してくださいとか何も頼まれてないんだけど、これは本当に私の中の最推しアイテムだから、もう本当に推したい。デジャベさんのマスカラに変わって人生が変わったと言っても過言ではないぐらい本当に変わった。このデジャビさんのマスカラはすごいの。まず見て、これめちゃくちゃ細いの。めちゃくちゃ細くて、ですっごい自然に誰でも綺麗にマスカラが塗れますよ、みたいなアイテムなんですよ。これは個人の感想ですからね。で、しかも落ちにくいし、私このデジャビさんのマスカラをまずミスったことがない。個人の感想ですよ。多分、今まで化粧品のリピートランキング、ぶっちぎり1位がデジャビさんのマスカラ。これすごいよ、本当に。はい、こんな感じで。全然違うくない？右と左見たら。で、自然でしょ？で、ダマになったりとかもしないの。素晴らしすぎる。毎日メイクをする上で、毎日使いたいこの自然に使えるマスカラとして、見た時に、デジャビさんのマスカラを超えるマスカラに私はまだ出会ってないっていう感じ。これマスカラを開発したこと誰ですか？デジャビさんの中に多分いらっしゃると思うんですけど、もうお礼が言いたい、その方に。ご飯とか食べてさ、なんかシェフを呼んでみたら、この料理を作った方にお礼が言いたいわ、みたいな感覚で、このデジャビさんのマスカラ作った人にお礼言いたいから出してほしい、本当に。誰か連れてきて、デジャビさんのマスカラ作った人に。
直接お礼が言いたい。ありがとうね、本当。今もしこの動画を見てくれていたら、私はあなたにありがとうと伝えたい。本当にありがとう。 I love you。はい、眉毛やります。眉毛は、眉毛マスカラ、これもすごいの。これも何回も自分の動画で個人的に紹介したことあるんですけれども、髪の毛染めてるから眉毛によるとどうしても違うじゃないですか。でそういう時にもう本当にテクニックとか何もいらなくて、何も考えずにこのなんか眉マスカラをシャ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 ってするとなんとなくそれっぽくなるっていう、マジ魔法の眉マスカラって感じ。よく喋るよね。普段やっぱ家に一人いると喋んないからさ、こういう時にでも喋っとかないと、もうなんか喋るタイミング一生なくて。こんな感じで色がつきました、綺麗に眉毛ちゃんに。オレンジデイズみたいな恋愛がしたいと思って大学に入ったのに、大学で全然オレンジデイズみたいな恋できなくて、社会人になったからは社内恋愛とかしたいなと思って、オフィスとかで上司とかにバレないようにこそっと会社のパソコンでメールしたりとかしたいなって思ってたんだけど、オフィスなくて。気づけば今年30歳になります。セミリンチャンネルです。行きました。カフェに行きます。私はこれから一人でカフェです。この撮影協力で一人でテラス席のカフェ貸し切るので、意味わかんないこと一人でします。なんかもう本当マジで、もうそういう意味わかんないことばっかりしてるとやっぱ毎日が楽しくなっちゃうのよ、どうしても。はい、そんな感じで完成です。行ってきます。カフェで素敵な出会いがあるかもしれませんしね。ありがとうございました。ペコリ行ってきまーす。タイプです。夜になりました。夜になってもちゃんと虹まず綺麗なまま残ってます。すごいね、ほんとめっちゃ今日汗かいたし、丸一日外出てたので結構よれちゃうかなと思ったんですけど、マジですごい。ほらめっちゃ綺麗、このまま残ってるからめちゃくちゃありがたいです。ありがとうデジャビさん。今日ね紹介した商品は概要欄にも載せていると思いますので、よかったら皆さんもぜひチェックしてみてください。バイバイ。